英検1級受けるって言ってましたけど、受けます。英作文の勉強進んでるんですか？いや、日本の泣き相撲祭りがパンデミック以来初めて開催されました。 Being imposed imposed スペルが難しいですけど、 A robot tax on wood。 めちゃめちゃだな。お待たせしました。お待ちしております。さあ、今回は。楽しいっす。はい。ということで、おにぎりくんにやってもらいました。ブレイキンダウンのおにぎりで話題の。もう話題は過ぎ去りました。一瞬で終わりました。はい、一瞬で終わったんです。どうなんですか？英検一級受けるって言ってましたけど。受けます。おお。2回目。1回落ちてます。今度ってことは、まあ、今撮っての10月なんで、もうじゃあ、週末、はい。そうですね、もう来週です。はい。ね、あと、東大受験もどうすんだみたいなね、のもありましたけど。英作文の勉強進んでんすか？いや。やってちゃダメだ。やってはいます。はい、はい、じゃあちょっと今回はその英作文アプリをご紹介いたしますんで、はい、そちらがこれです。 ID ですね。 ID になりますんで、はい、はい、こちらなんですが、だって添削してもらえないと困るんですか、英作文。そう、なかなか添削してくれる人っていうのは見当たらないんで、正しい英語わかんないじゃないですか、はい、僕みたいな日本人は、うん、はい。なんでそこでね、はい、まあ、そう、実はね、添削してくれるとこないですかみたいなメッセージも、はい、もらってたので、はい、こちら24時間いつでもスマホでできる、しかも500人以上いる添削者から選べるということです。いろいろな英語に対応と、だから日本人もいますし、ネイティブの方もいらっしゃるで、まあすごく早いし、まあ低価格ということで、はい、じゃあ早速やってもらおうと思います。はい、じゃあまず登録してください、はい、携帯でいけるんですよね。はい、まあ、メールアドレスだったりとか Apple の ID、 Twitter、 あ、まあ今 X ですか、そして Google のアカウントでも登録できるということです。で、まあ様々な添削課題できるんで、早速田橋さんに英作文やってもらおうと思います。ただまあたくさんやってもらうので、ちょっとまあ数日かかると思うので。お、わかりました、はい、やってもらうものとしてはやっぱり英検用のエッセイですよね。はい、そして今までやってきた東大とか、あとはトイックのね、ライティングとかスピーキングに役立つ、まあ、写真描写、あ、はい、まあ、東大英語でもね、はい、出てたことなんかあったりすると思うんですけど、あとは東大英語だったら和文英訳ですね。 あります、はい、日本語の話者の方も添削でいますから、はい、和文英訳もやってもらえますし、でさらに自分で選んだ課題とかもできますので、もちろんですね、そのアプリ内にある課題だけじゃなくて自分でこう選んだ課題もできますので、そちらちょっと1日でやるの大変だと思うのでここでやらないで、これでやったらとんでもない時間かかると思うので、そうか、そうです、そちら田橋さんにやってもらおうかと思うんですが、じゃあとりあえず見てみましょう、どういう感じで選ぶのかですね。はい、そうだから、こういう今日の課題とか、はい、持ち込み英文、英語日記、和文英訳、自由英作、写真描写、 E メール、そして、まあ、スピード英文構成、早い、ああいっぱいあるですね。はい、でもそれぞれの課題がめっちゃいっぱいありますからね、料理編とかビジネス編とか。どの課題やります？そうですね、じゃあ和文英訳課題かな。ほうほうほう、和文英訳。日本の泣き相撲祭りがパンデミック以来初めて開催されました。この伝統的な祭りは親が赤ちゃんを泣かせ先に泣いた方を勝者とするものです。ルールは地域によって異なり、一番大きな声で泣いた赤ちゃんを勝者とするところもあります。祭りには厳しい感染症対策が講じられますので、わあ、むずっ。知ってますか？ニュースで毎年出てたやつ。僕初めて聞きました。で、あとはで、次は自由英作か、エッセイですね。自由英作文課題、これが課題ですか？課題です。くっそ長いじゃないですか、ちょっとコンセプト of a robot tax where farms pay taxes for replacing human workers with robots as a continuous issue と、はい、ロボットと変えると、それにタックスをかけるかどうかですね、税金をかけることがうまくいくかどうかですね、はい、ロボットにとって変わられるっていうのを、ちょっとこれにします。じゃあ自分の課題は英検1級受けるから、じゃあ英検のにしましょう。英検のにします。 Individual privacy be protected in the modern world、はい、プライバシーが守られるかってやつですね。じゃあそちらでやってみましょう。じゃあお願いしましょう。宿題ですね。はい、はい、それでは田橋さんにやってもらいまして、すぐにね届きますんで、早かったです、はい、1日とかで届くと思いますんで、うん、そちら届いたやつ、はい、見ていきたいと思います。あ、皆さんですね、ぜひアドレスとパスワードを登録してすぐできるんで、で、あのメンバー登録で100ポイント無料ですからついてきますんで、だいたい1200円分相当のがついてきます。で、まあ、さらにモリテ2っていうのですね、入れてもらえれば50ポイント600円相当がクーポンコード入れてもらえばプレゼントされますので、ぜひぜひやってみてください。はい、ではでは、和文訳
そうですね、泣き相撲ですね。さあこれは日本人講師じゃないと無理じゃないですか。一応3人に出した。おお、3人出しました。そうですね、違う人にもこう出すことによって比べることできますからね、はい、まあ見てみましょう。泣き相撲。 One of the Japanese minor festival was held for the first time since the beginning of the pandemic. In this traditional festival, parents try to make their babies cry because the baby who burst on spirit がすごいな into tears earlier than any other baby is regarded as the winner. However, this rule is different from place to place. For example, in some local community, the winner is decided depending on how largely he or her cry. Of course, this festival was held under strict prevention of infections. ちょっとやっぱり不自然なところがありますね。最初のやつがよくできていますね。まあちょっと P の大文字。はい。次が traditional festival カマ、カマをつけた方がで、バーストのスペルがやっぱり違うと。Place to place 場所によって違う。そうですね。僕が思った寒ってきたんで、あ、コミュニティーズなのになって思った。で、How largely he or her ってきて、はって僕もなってましたからね。Her cry。なんだ Her cry。はい。She cries ですね。はい、もちろん。はい、ということで、ああ、やっぱ結構できてますね。割とすんなり。はい。続いて課題文です、ね。課題文。ロボットですね。ロボット。この人がパンチあったんですよね、結構。何ですか、パンチがあった。いや、なんか厳しいんですよ、やっぱ最近。他の人に比べると。ああ、そうなんですね。一番早かったんですけど、変身も早くて、ストリクトなんですね。I believe a robot tax would potentially hinder innovation. Robot tax would potentially hinder innovation. よくできてます。It may be beneficial for human employment in short term. ね、監視室ですね、short term は。In the short term ですね。But it would prevent innovation in long term. またそうですね、in the long term. Because it will likely to lead. おかしいです。B 動詞ないじゃないですか。Be likely to do. Lead to the decrease in でしょうね。Investment by private companies and the number of people who want to engage in science. なるほど。However に来てますね。文頭のバットは良くないよってことね。はい、まあ人によって本当に分かれるところですね。A decrease in ですね、やっぱりね。Scientific research にしろと、science。なるほど。結構内容に関してもね、すごい、つながりとかすごい、細かく読んでて。そうですね。いや、それはいいことです。Also, it would generate the situation where the government has less money to support innovation. It would generate a situation. そうですね。スタジオよりも、あの方がいいよっていうですね。First, generally speaking, the main purpose of private companies is earning money. そうですね。もちろん金を稼ぐ。And thus, they want to spend as little money as they can. First, generally speaking, come out it.Priority、ああなるほどね、メインパーパスを、うん、Thus wish to spend を wish にするとで they can possible、 まあこっちの方がもっと固くなるって感じですね。 possible にした方がで in this perspective companies、 あやっぱカマですね、またね、うん、would avoid investing their money in innovation if they had to pay tax taxes はおかしいですスペル when they もうそれもっと違う、もっと違う余計なこと、when they automate jobsSecond,、the number of people familiar with scientific knowledge would decrease and it is bad for innovation. The number of people, spell ですね、familiar with scientific knowledge would decrease and have a negative effect on, なるほど、it is bad for とか、まあ、it is bad for って、まあ、やっぱかっこ悪いですからね。はい、ちょっとアカデミックにしてくれてますね。It is safe to say that more people engage in scientific fields, the more likely innovation is to occur. ああ、ザプラス比較級。なるほど、よく書けてます。めっちゃ指摘ある。Companies being imposed スペルがくちゃくちゃですけど a robot tax on wood なんかめちゃめちゃだな would be left behind other companies in the world because they would have less competence in terms of efficiency. これは確かに意味がってなっちゃいますね。読んでれば結構苦戦したんです。 Computer is subject to これにさらされるね。 robot tax を受けるわけですね。 a robot tax would be left behind 遅れる by competitors 他の競争相手に because it would add to the cost ofTheir products, making them less competitive. ああ、なるほど。コンペティティブじゃなくなっちゃうよって分子構文使って。そうですね。メイクの推し。かなりレベルの高い表現ですよ。The situation would increase the number of people who want to perform their scientific skill and earn more money, leave our country. 国から出てっちゃう人が多くなるってことですか ?The situation would increase the number of people in the scientific community.Seeking employment in other countries. はい、他のところで仕事を探すってことですね。で、うん、finally, in long term, また、long term perspective, the government would get less money and could not use enough money to support innovation. Finally, from a long term perspective, the government would get less money and would not have the resource to support innovation. なるほど。うん、As I mentioned above, conclusion ですね。The growth of companies I would like to be hindered, so it is difficult for them
to more money than the money otherwise they could. なるほど。Otherwise! いや、かなり難しい表現を使ってるんですけど、分かりにくくなっちゃってますね。As I mentioned about, the growth of companies would likely be hindered. はいはい。邪魔される。Making it difficult to maximize profits. ああ、なるほどね。お金を最大限に。Thus the tax income of the government would decrease after all. Thus the tax income received by the government would decrease. そうですね。After all は結局っていうのがそうですね、日本語。Considering these points, a robot tax would inevitably hinder innovation. Innovation. これでも調べてないですか？できすぎですけど、単語とか。かなり難しい表現。ちょい調べはあるかもしれないです。やってますね、やっぱり。ちょい調べはしてます。最後、英検ですよ。英検。英検、今回は海外のことですね。Individual privacy be protected in the modern world. Individual privacy cannot be protected in the modern world. Privacy のスペルですね。はい。違う。Because of the internet, it is difficult for companies to protect the customers' private, これだと単数ですよ。Private information. And we can easily post our private information on social media. Social media に貼れるんですね。複数形の S の後ろにアポストロフィーですから。Also, there is no situation where regulations to protect our privacy is enough. Also, there is no situation whereThere is sufficient legislation, 法律系ですね。To protect our privacy, the legislation が、不可算ですよってことです。First, we often hear the news that a company has mistakenly lost its customers' private information here in the news. ニュースの中で聞いてる内容はこれざっと説ですか。Here the news that っていう、このニュースだとじゃなくて、こういうふうに取ったわけですね。ニュースの中でこれを聞くっていう解釈になってますね。Due to the development of the internet, everyone easily has access to the various information. This situation has made it difficult for companies to protect customers. まあ、同じですね。Private information customers.、はい、Second,The advance of social media has negative effects on protection of individual privacy. Social media has had, してますね。はいはい。こうしてきた。Effects on the protection of individual privacy. そうですね。だ、つけた方がいいっていうのはありますね。後ろからオーブかかってる場合なんでね。Here today, we can easily post videos about our lives. This means that we always have risks of being exposed to the public unconsciously. なんだこれ。無意識に。無意識に言って言いたかったっす。なんか意識ないみたいですけど。Today, we can easily post videos about our lives, which means that, 分同じにしましたね。We are always at risk of, be at risk of exposed to the public without realizing it. そう知らないで。あ、イギリススペル。The, for example, we often see people on streets who are broadcasting their circumstances, and we may happen to be exposed to others through their cameras. カメラのスペルが違う。カメラ。On the streets, そうですね。Finally, at any time, legislations to protect individual privacy is not enough. At any time, legislation to protect individual privacy is not enough. The change in the modern world is so rapid that individual privacy cannot rarely be protected completely. なんかすごいことになる。Rarely と cannot が二重否定。Changes in the modern world are so rapid that 早いので individual privacy can rarely be completely protected. はい、そうですね。For instance, when the government makes でしょうね、a law which prevents a kind of violation of privacy, another violating privacy comes into being. 新しく現れるって言いたかったんでしょうね。For instance, when the government makes a law that prevents ですね、a kind of violation of privacy, another way of violating privacy appears. Considering these points I mentioned above, individual privacy cannot be protected in the modern world. Individual の媒介してるですね。ということでした。はい。結構レベル高くかけてると思いますよ。あ、本当ですか。結構テーマ難かったかもしれない。特に自分で選んだやつが。はい。こんなにね、細かく見てくれるんで、その辺の。いや、なかなかここまで細かく見てもらえるのはないんじゃないかと思いますんで。めっちゃ勉強になりました。はい。いろんな表現を教えてもらいましたんで。そうですね。なんで、ぜひとも皆さんもですね、挑戦していただきまして、はい。どの程度できたか、タワさんに勝てるぐらいのものだったのか、教えていただければと思います。外国人の方々と、英文メールとか、ライティングの練習ができるということでね、社会人のね、もうライティングにも使えますんで、ぜひぜひね、そのライティングの不安や心配を解消するだけでなく、学びのある添削
が受け取れるって感じですね。で、添削結果は、ね、こういうふうにアプリでこういつでも復習できますんで、はい、で同じ講師を指名すればその蓄積されてきますんで、うん、学習指導をこうよりピンポイントできるよって感じです。で、あとは講師にメッセージを送れるんで、こうってこれどうなんですかとか質問することも可能ですんで、世界中の講師とね、ほんといろんな人がいますんでコミュニケーション取れる。で、さらに定期券利用すれば定額で毎日英作を受け取れますので、初めての定期券の購入で月額の利用料が半額になる半額キャンペーンも実施しておりますので、ぜひそちらもご利用ください。